今日は更年期障害の予防にもなる、黒豆茶を作ってみたいと思います。まず黒豆を弱火で空煎りします。結構時間がねかかるんですけどもね、弱火で、じっくりねゆっくりやっていきます。揺らしながらね、焦がさないように、だんだんいい香りがしてきますのでね。で、皮がだいたい弾けて中が見えてきたら OK です。頑張ってます。できたらね、あと保存できますので、使う分だけ鍋に入れて水を注ぎます。密閉容器に保存しておけばね、何日か持ちますので、1回にね作っておくのも大丈夫です。あとね、火にかけるのもコンロでやってもいいですし、今ねうちではこのストーブ焚いてますので、この上でちょっと置いとこうかなと思ってやってみました。結構小さいお鍋でやったので、すぐね色が出てきましたね。はい、黒豆の働きはねいろいろありますけども、女性に嬉しい効果がたくさんあります。このね、豆自体も食べられるんですけども、一応ティーポットに入れて、このお茶の部分だけをね飲んでみようと思います。あずき茶の時もねすごい綺麗な色が出たんですけどもね、またそれともちょっと違う色なんですが、すごくね透明感のある、なんていうんでしょうね、紫色っていうかね、美しい色のお茶が出来上がりました。煮込んでいったらね煮汁になっちゃうんですけどね。黒豆の、こちらはね普通の栄養成分としてはタンパク質や繊維などが入っています。